田舎チャンネル。はい、皆さんこんばんは。いのりんこと橋本いのりです。ということで、本日はですね、シーンさんで、また、商品を爆買いしました。今日も20点紹介していきたいなと思います。前回結構、自分の好きなものを、もう好きなだけ詰め込んだみたいな感じだったんですけど、まあ、今回も半分詰めつつ、すごく実用的な、毎日着れるようなものもピックアップしたので、よければぜひ見てください。それでは、どうぞ。こちらプラス無地からドロップショルダー付きタイシャツ2077円の 1XL サイズとシーインプラス格子柄ダブルブレストブレイザーズ2328円の 2XL サイズとシーインプラスハイウエストタータンプリルツスカート2006円の 2XL サイズです。こちら紫のねセットアップなんですけど、可愛すぎて着替えできちゃいました。白のベレー帽を合わせてもすごい韓国の制服みたいな感じでめっちゃ可愛かったです。こういうセットアップの柄珍しいから可愛かった。でこれはあのシャツについてる黒のリボンなんですけども、このシャツはシャツで単体で着ても可愛いし、袖にねあのリボンがついててすごいラブリーでキュートでした。でもめっちゃお気に入り、可愛いこのセットアップ、グッドです。続きまして、こちらプラスハートパターンフリルトリムブラウススリーブブラウス1950円とプラス格子縞ファージヘムツイードサスペンダースカート2619円です。これはもう完璧に趣味ですね。私がねもうこういうね柄が好きっていうのがあって買ったんですけど、意外にねこれね単品ずつの方が可愛いかもしれないです。サスペンダーがね結構ちょっと取れやすかったので、私はなしで履いても可愛いなって思いました。これがね足目みたいになってて、なんていうの、こっちはボタンでこっちはなんていうのこれポケットみたいになってて違うかったんですよ。で胸元のねハートとかも可愛くてめっちゃ調子良かったです。イベントで着たいなと思いました。こちらプラス超プリントスパンコール詳細ドロップショルダーパーカー2553円の 4XL サイズです。これはですねあのスカートっぽく履きたくて1枚で着たくてわざと 4XL サイズにしました。でもちょうどいいですかね。このモデルさんのやつにもある感じでちょっとちっちゃいスカートを履いても可愛いかなって思いました。ショーパンとか、私は今回あの分かりやすくこのぐらいだよっていうために下はあの履いてないんですけども、あのちょっとまあ短いかなっていうイメージはありました。なので 160cm くらいある方はワンピースで着ようと思うのは超ガリガリの人しか無理かもしれないです。といってもさ、裏が裏起毛なんですよ。めっちゃあったかくて、まあ、この時期はちょっと暑かったんですけど、冬めっちゃ可愛いと思いました。あとさっき見てもらった通り本当にスパンゴールがキラキラしててめっちゃ映えてました。これ着てどっか出かけたいですね。スポーティーで可愛い。こちらプラスオールオーバーフローラルプリントピーターパンカラーランタンスリーブドレス2129円の 1XL サイズです。こちらはねもうこの総柄のねお花とこの襟元がすごく可愛いなと思って購入しました。この襟にねちょっとあのギザギザみたいなやつもついてるのと、ここのリボンがね浮いて結べてる感じがまた可愛くって、で長袖でね冬に着れる黒ですごいいい感じだなって思いました。可愛くない？あんまり花柄って持ってそうで私持ってないんですよ。だからこういう花柄のね総柄の黒のワンピースはとても着心地もよく丈感もちょうどよく最高でした。可愛い重宝。プラス格子縞ステートメントからビジョップスリーブドレス2698円の 1XL サイズです。これはねガーリーとスポーティーがすごいあの融合してて珍しいデザインだなと思って購入してみました。すごい襟がねやっぱあのフリルだからガーリーに見えるのに、これはもうスポーティーなチャックがついててスニーカーも合うっていう、あんなんていうの、疲れたくない時よって感じ。疲れたくない時ってなんか甘い格好をしたくてもスニーカーが似合わないとか結構あるんですけど、これだったらおしゃれなスニーカーも似合いそうでめちゃめちゃ可愛いです。冬にいっぱい着たいと思います。ちょっとモコモコした生地であったかい感じでした。可愛い丈感も私が大好きな感じで最高。このフリルのね靴も後で紹介するんですけど、
これともすごくマッチしていて神がかってます。パールとかも似合うでしょ、かわいいですね。こちらプラスコントラストレオパード柄タイネックフリルトリムランタンスリーブブラウス1544円の 1XL サイズと、シーンプラスハイライズミニスケータースカート1639円の 1XL サイズです。このヒョウ柄のさ服さ珍しいけどめっちゃ大人っぽいので、このヒョウ柄がねあのスケスケなのは、まあ、実はそうなんですけど、この肩のところのヒョウ柄も可愛いんですけど、なんとねこのヒョウ柄ねめっちゃでかいのよ。この後ねこうビヨーンってすると思うんで見といてほしいんですけど、それがねんーなんていうの、今までにない斬新な感じでとても可愛いです。でこのスカートねちょっとあの黒合わせたんですけど、実はあの後で紹介するスカートの方が合うなって感じだったので、もっと大人っぽく着れるブラウスだなと思います。ただ中がもう全透けなので、あのインナーは黒で統一した方がいいなって思いました。かわいい。こちらプラスコントラストパインティングポケットフラップ詳細ブラウス&プリーツスカート4150円の 2XL サイズです。こちらねツイードまではいかないぐらいの、なんていうか布っていう感じの生地なんですけど、ちょっと厚めのっていうか分かるかな、生地感のセットアップで可愛いと思って購入したんですけども、ワンワンサイズでかくても良かったかなっていうサイズ感でした。でも着れんこっちゃないって感じですね。これ1XL にサイズしなくてよかったなと思いました。なんか黒と白でねまとめて清楚な感じでアフタヌーンティーとか行きたくなるような格好だなって思いました。こちらシーンフレンチプラスドビーベッシュタイネックベルベットドレス2388円の 3XL サイズです。前にねこの似たような半袖バージョンのやつを買ったと思うんですけど、これはあの素材がベルベットベロア生地みたいな感じでですね、あの冬用で長袖で可愛いと思って購入してみました。これはねワンサイズちっちゃくても良かったかなっていう丈感でした。でこれがベロア生地なので、さっきついてたみたいにちょっとあの白いやつとかがね目立ちやすいんですけども、ベロア生地だけどそんなに重くなく着やすくて、ちょっと大人っぽい気分の時とかにこれを着て外に出ていけば冬も大優勝できるんじゃないかなと思いました。あとデブはやっぱりコート着ると暑くなっちゃうんで、これは体温調節がすごくしやすそうだなって感想です。こちらプラスフリルトリムステートメントカラーブラウンスディープシャツ1788円の 1XL サイズと、シーンフレンチプラスハイウエスト無地柄スカート1409円の 2XL サイズです。こっちのねあのスカートがねちょっと柄がついてて、さっきのねあのヒョウ柄にはこっちのスカートがあって、さっきのスカートはこっちのブラウスの方が合うかなっていう感想なんですけども、この黒のブラウスはねすごいシンプルでかつガーリーで、袖のところもねちゃんと閉まっていて、これ多分ボタンが閉まってなかったんですけど可愛くて着やすかったです。このスカートもボリュームがあって、あの合わせる服によっては大人っぽくもなるし可愛くもなるような、すごくいろいろ多彩なスカートだなと思いました。可愛いです。黒黒でね合わせるのすごく好きなのでお気に入りです。こちらシーンプラスタータンダブルボタンブレイザーズ3329円の 2XL サイズと、シーンプラスハイウエストヒダディティールショートパンツ1644円の 2XL サイズのセットアップです。でこちら帽子がですね、シーンのモスプレミアム羊毛格子島パターンベレー帽2054円のグレーで、今持っているカバンがですねスカーフディティールチェック柄サッチェル2040円というやつです。でさっき持ってたものがですねトップハンドルバッグツイスリーススカーフデコレーション格子島パターン1599円マルチカラーってやつなんですけども、このセットアップはあのリーナベルちゃんっていうあのディズニーの新しいキャラクターのなんかコーデとかになんか合うかなと思って購入してみました。こういうセットアップ珍しいし、ベージュも珍しい。そしてこれがねなんかすごいあのプレミアムななんかしっかりした V レーボーで可愛くて、あのカバンも両方最高です。こちらフリル詳細マジックテープキャンパスシューズ1610円の EUR40 サイズです。これはフリルがついてて可愛い系なのにスニーカーっていうところに惚れて購入しました。マジックテープがビリビリで、今履いてた動画で全部で履いてたんですけども、すごいどういう格好にも合ってかつシンプルですごく可愛くて履くのが楽しみです。すごいこのようなここビリビリってなの、まあね、マジックテープ履きやすいよ、取れないし最高。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。めっちゃ可愛くないですか。ほんと可愛いしか語彙力がなくなるんですけど、今回は靴もちょっと変わった感じのやつにしてみたりとか、あとカバンとかも大人っぽい感じで気に入ってます。やっぱセットアップってちょっと可愛いなって思っちゃいますね。次はどんな感じになるか分かんないですが、また紹介したいと思ってますので、ぜひぜひその時は見てください。それでは以上、いのりんこと橋本いのりでした。バイバイ。